くるみとチョコの抹茶ビスコッティを作ります。くるみ 30g、板チョコ1枚を入れ、10回ほどブンブン引っ張ります。ホットケーキミックス 150g、砂糖小さじ2、抹茶 5g、卵1個、20回ほどブンブン引っ張ります。均等になるよう途中上下に揺らします。 分んした生地をラップに包みます。手で固めながら厚さ1.5センチになるよう成形します。ラップを外しクッキングシートに乗せ170度に予熱したオーブンで15分焼きます。一度取り出し2センチ幅に切ります。切った断面を上向きに並べ170度のオーブンで5分焼いて完成です。